こんにちは、権藤美由紀です。記録的な猛暑が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は8月13日から始まるアテネオリンピックと、オリンピック後に開催されるパラリンピックに日本代表として出場する三鷹市ゆかりの選手の方々について取り上げます。また、三鷹市市民共同センターのご紹介と、清原市長の一言コーナーも合わせてごゆっくりご覧ください。それではまずはじめに、アテネオリンピックとパラリンピックの日本代表に、三鷹市ゆかりの選手が10名選出されていることについての話題です。今年は4年に一度のオリンピックの年。8月13日から29日までアテネオリンピックが開催されます。また9月17日からは障害のある人たちによるスポーツの祭典パラリンピックがやはりアテネで開かれます。開会式を1ヶ月後に控えた7月15日、市ゆかりの日本代表選手たちの激励会が市役所で開催されました。今回のアテネオリンピックに参加する日本選手団は、役員を含み総勢513人の大選手団。この中には金メダル候補に挙げられている柔道の鈴木圭司選手をはじめ、三鷹市の市民や市ゆかりの選手たちが9名も含まれています。市役所を訪ねた選手の方々は、清原市長と親しく懇談した後、1階ロビーでの激励会に臨みました。会場には憧れの選手の姿を一目見ようと、市民の人たちも大勢詰めかけました。市原美幸さんには大変ご尽力をいただきました。皆さん、三鷹市特設ステージの横には、各選手への激励のメッセージが綴られた短冊が揺れる七夕飾りもお目見えです。柔道、体操、サッカーなど各選手の参加種目は様々。大会での活躍が期待されていますが、それでは各選手の横顔と決意の一言などを順にご紹介しましょう。自分はまだ初めてのオリンピックという舞台なので、楽しんで皆さんに、そして夢と希望、そして感動を与えることができればいいと思います。まず柔道100キロ超級出場の鈴木圭司選手、シドニーオリンピックの金メダリスト井上康生選手を下して代表に選ばれた鈴木選手には、金メダルの期待が高まっています。こんな僕でもオリンピックに出れるようになりました。応援よろしくお願いします。同じく柔道66キロ級出場の内柴雅人選手、旭化成の所属で巴投げが得意技、昨年のドイツ国際大会では3位の成績を上げています。フォームしっかりならないように頑張ってきます。応援します。体操女子の石坂真奈美選手は藤村女子校に通う高校3年生、得意種目は床運動で、昨年のアジア選手権では団体2位に輝くなど好成績が期待されています。今持っている自分の力を全て発揮して、何があっても前向きに笑顔を忘れず元気に演技していきたいと思います。応援よろしくお願いします。同じく体操女子の大島京子選手、石坂選手と同じ旭生命体操クラブ所属で藤村女子校に通う高校3年生。オリンピックのメダルはないんで、ぜひ今回はメダルを目標に頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。体操男子では塚原直也選手が選ばれています。ご両親ともにオリンピック選手で、11歳の時から体操競技を始めたとのことです。全日本選手権では5連覇を達成しています。アテネで走り回ることができるなら、やっぱり目標は大きく、メダル獲得に向かってみんなで精一杯頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。女子サッカーの酒井智恵選手、
L リーグの MVP を2年連続で受賞しています。ちなみにご両親はともに三鷹市の職員です。目標は、やっぱり金を目指して頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。またオリンピックの閉会後、アテネで行われるパラリンピックには市在住の福原義秀選手がマラソンに出場します。福原さんは国内選考会では2位の好成績で代表権を手にしています。激励会には以上の7選手とともに JOC 常務理事の市原則之さんや体操総監督の塚原光雄さん、体操女子監督の塚原千恵子さんら10名の方々が出席。詰めかけた市民からエールを込めた盛大な拍手が送られました。あなたは贈呈でございます。激励会の翌日には FC 東京から森庭選手と石川選手、今野選手がオリンピック代表チームに選ばれたとのニュースも飛び込み、オリンピックムードは最高潮。18日に市役所中庭で行われた三鷹商工祭りには森庭選手が顔を見せ、ステージで大会に臨む決意などを力強く挨拶しました。ぜひ一番いい色のメダルを取ってですね、また皆さんの前にこうやって立って挨拶できたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。いよいよ始まるアテネオリンピック。これだけたくさんの選手が三鷹市から出場するのは初めてのこと。私たちも力いっぱい応援したいですね。それでは次に三鷹市市民共同センターの利用方法などについてのご紹介です。昨年の12月に誕生したこの施設は、市と市民とが協力しながら多様なまちづくりを進めていくための拠点施設です。市民活動のための交流スペースやミーティングルーム、活動を支援するためのコピー機や印刷機、製本機、無料で使えるパソコンコーナー、さらには展示ホールなど充実の諸設備を揃えた市民共同センター。またそれぞれの市民活動グループごとにロッカーやレターケースなども用意されています。利用方法はまず登録から始まります。対象となる団体は福祉や障害学習、子育てなどから町会、自治会まで様々な活動を行っている、あるいはこれから始めようとしている2名以上のグループです。登録手続きはセンターの窓口で受け付けております。期間は1年で継続更新が可能です。登録団体は共同センターのホームページやニュースレターに団体の情報を掲載することができるほか、普通郵便物の受け取りに利用するレターケースと活動資料などを保管するロッカーを利用することができます。レターケースは無料ですが、ロッカーは1年で1200円の利用料金がかかります。また会議室なども有料ですがご利用になれますので、詳しくは事務局へお尋ねください。三鷹市市民共同センターは連雀通りから中央通りに並行して三鷹駅へ伸びる道を入った下連雀4丁目にあります。開館時間は午前9時から午後9時30分で、毎週火曜日が休館日です。何か市民活動を始めようとしている人には心強い存在の共同センター、お気軽にご利用ください。それでは続いて、市政の近況や最近感じたことなどを清原市長が分かりやすくお話しするトークコラム、清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆さんこんにちは、三鷹市長の清原恵子です。7月は毎日30度を超す本当に暑い日が続きましたが、皆さんはお元気に8月を迎えられたでしょうか。8月は私たちにとって平和について
考える大変大切な月です。昭和20年1945年8月15日第二次世界大戦が終わりの日を迎えました。私たちは多くの皆さんとご一緒にこの平和を維持し続ける、そういう責任を持っています。三鷹市では8月15日日曜日、世代を超えて平和を考える日として三鷹平和の集いを開催します。どうぞ皆様ご一緒に参加をしてください。唯一の被爆国として、これからも8月を平和をしっかりと考え、そして実現する、そうした月にしていきたいと思います。さて、三鷹では地域のあちらこちらで7月から8月にかけて盆踊りやお祭りが開かれます。私も例えば町会主催のもの、あるいは商店会主催のもの、さらには地域の皆様が集まって催していらっしゃる盆踊りやお祭りに参加をさせていただいています。ご一緒に心を合わせて踊り、そして時を過ごすことによって暑さも一緒に吹き飛ばせる、そんな気がします。三鷹市では8月21日22日の土曜日日曜日と三鷹阿波踊りが開催されます。三鷹市役所連も参加をして今一生懸命練習をしているところです。また今年は初めてシルバー人材センターの皆様も参加されるということで、80歳を超えた連長さん中心に今一生懸命練習をされているということです。その他多くの連が参加されます。小さな子どもたちからご長寿の方まで、踊るアホーに見るアホー、同じアホなら踊らねあそんそんということで、私も参加しますけれども、ぜひ皆様駅前にお集まりください。暑い夏ご一緒にさまざまな出会いとお祭りなどを通して触れ合うことによって私たちの元気を保ちたいと思います。皆様お元気でこの暑い8月をお過ごしください。またお目にかかりましょう。さて、それでは最後に8月に開催される三鷹平和の集いについてご案内しましょう。まず8月10日から17日まで写真パネル展、原爆と人間展が市役所1階ホールで開催されます。期間中は三鷹市被爆者の会の方々による説明をお聞きいただけます。また長崎の原爆資料館から借り受けた被爆した柱時計なども展示されます。そして終戦記念日の8月15日には、今年も世代を超えて平和を考える日、三鷹平和の集いが開催されます。午前10時15分からは三鷹市公会堂で戦没者追悼式並びに平和記念式典が、追悼式と記念式典に先立ち午前9時からは多くの方々からの上材で建立された仙川公園の平和の像の前で参加者による献花が行われます。世界の平和を願うこの行事に一人でも多くの方々のご参加をお待ちいたします。午後1時20分からの平和アニメ上映会では、太平洋で行われた水爆実験をもとにしたトビウオの坊やは病気ですと、太平洋戦争末期の沖縄を舞台にしたカンカラ三線の2作品が上映されます。会場は三鷹市公会堂。このほか中国帰国者の会による展示も行われますので、ぜひご覧ください。なお式典などで捧げる皆さんの手作りの千羽鶴のご提供をお待ちしています。お問い合わせは企画経営室平和女性国際化推進係へどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、夏真っ盛りのこの時期ですが、それにしても今年は大変な暑さですね。
早くも夏バテという方も多いのではないでしょうか。まだまだ残暑も続きそうですので、体のコンディションには十分気をつけたいものですね。それではまた次回をどうぞお楽しみに。